驚く。もともとは、二人は作詞家の友作に、夜、全員を称える共産党の、と歌でした。この曲が国歌になったのは、第二次世界大戦中の、1944年、西側諸国と、協力して、枢軸国と戦っていく、中において、西側諸国の警戒感を、解くためにも、革命歌である、インターナショナル、から、別の国歌へと変更する必要が出てきます。そこで、当時の指導者のスターリンは、新しい国歌を募ることにします。しかし、スターリンは満足できる国歌に、出会えませんでした。そこで、共産党の党歌のメロディに、センゲイ、ミハルコフと、ガブリエリ、エリ、ペギスタンが、新しい歌詞をつけて、できたのが、ソビエト連邦国歌、です。この歌詞を作った、一人であるミハルコフさん。この後も登場します。覚えてください。この時の歌詞はスターリン賛美のものだったので、スターリン死後、スターリン批判に伴い、変更されます。この時の変更歌詞を書いたのも、あのミハルコフさんでした。さて、そんなソビエト連邦ですが、1991年の12月25日に、公開し、ゲフンゲフン、間違えました。構成国が例になってしまいました。例みんなだけに。さて、解散されたソ連邦の継承国家であるロシア連邦の、エリツィン政権ではソ連邦時代の、決別として、近代ロシア音楽の父、レアル・グリンカが、作曲した、愛国歌、が国歌に制定され、歌詞を募ります。しかし、応募多数だった国歌の歌詞は、議論しても、なかなか決めることができず、決別つかないことに、歌詞がなかったり、ソ連邦時代は良かったという意見も、あり、この国歌は不人気でした。転機は2000年。ウラジミール。プーチンが大統領に就任した時でした。ミー大統領、プーチンは国威発揚、ロ